多摩カントリークラブは東京都稲城市坂浜に広がるゴルフ場である。多摩カントリークラブは東京都稲城市、多摩市、八王子市など、多摩丘陵、多摩ニュータウンの東側にある。1958年春、新たなゴルフ場の建設に向けて多摩ゴルフクラブが設立された。ゴルフ場建設用地の買収は進まず、工事着工においても土地を取得できず行き詰まった。 1960年2月28日、マルショ産業、ソタ2商と月光真珠、中田ミノルラが中心となり、新たな株式会社タマカントリークラブを設立した。タマゴルフクラブのすべてを継承し、ソタ2商の会員の金は使わないの方針で、資本金は役員が出資した。1960年12月、ゴルフ場の建設用地問題は解決し、新たに 会員募集を行い、ソタ2章が資材を投じた。コースの設計は、安田幸吉に依頼、コースの施行は株式会社奥村組が行い、1961年10月、インコース9ホールが完成し、仮解除した。翌1962年8月4日、アウトコースが完成し、18ホール、6530ヤード、パー72のコースが正式解除された。 安田幸吉は後に山コースにしては面白いコースができたと語った。コースは会場当時はトリッキーなホールもあったが改良を重ねたことで戦略的な給料コースになっている。1976年5月サムスニード VS 中村虎吉 TV マッチが開催されている。郵便番号206-0822東京都 稲城市坂浜3360番地鉄道道路、ありがとうございます。